皆さんこんにちは。ダイヤモンド今井院長です。今日はですね、差し歯や金属土台についてお話をしていきたいなというふうに思います。はい、まずですね、このようなお悩みの方いらっしゃいませんか？ここの縁の部分が黒っぽくなっている、ここが人工的なかぶせ物っぽい感じがすごく出てしまっている方、多くの場合で金属を使ったかぶせ物、金属入り差し歯というのが使われていることが多くて、このあたりはね、黒ずみの原因っていうのはこの金属入り差し歯、裏側が金属で裏打ちされている差し歯、そしてその金属入り差し歯を外すと、多くの場合はこういう金属の土台が出てくるんですね。メタルコアと呼ばれている金属の土台が出てきます。はい、でこういったものがどこして、ダメなのかというところなんですけども、まずやっぱりこのような形で黒ずみが出てしまうということが一つ挙げられます。もう一つはこの金属入り土台、金属の土台はですね、強度が高すぎて硬すぎてですね、この中に、ご自身の歯の根っこがあるんですけども、その根っこが折れてしまうリスクっていうのが高いということが言われています。なので、金属の土台をすべて取り外していって、白い土台ですね、レジンとファイバーを使ったですね、土台で、立て直すというところです。そして歯にもね、優しい素材で、なおかつ際の部分がちゃんとこう黒ずみが取れるような感じですよね。これが非常に大事なポイントになってくるかなと思います。なので金属入り差し歯っていうのは多くの場合で2つ使われてます。金属がこのかぶせ物自体と、あと中の歯の土台が金属というところです。さらに言うと、その中の歯の根っこの再治療というのも非常に重要なポイントになってきます。はい、金属入り差し歯が入っているって場合は、多くの場合で神経が取ってあります。なのでそれらの治療をですね、もう一回リセットする意味で美しくします。なので金属は全部なくしていく、なおかつ歯の中の根っこのお掃除の再治療をすることによって中の状態をすごく健全な状態にした上で、このような形で美しいセラミックを作っていきます。どうでしょう、すごく綺麗ですよね。もう縁取りの黒は全くなくなっていて、もう歯茎からね、こうセラミックの移行的な感じ、こういったものっていうのはですね、技術力ですねの賜物ではないかなと思います。金属入り差し歯でお悩みの方、ぜひダイヤモンド今井院長にお任せください。